さあ、皆さん、今日から始まりました。ハーフイヤーアニバーサリーという。次はもう、なんだ、なりふり構わず、10日物資行こう。まあいいか。10日物資を狙いに行ってみる。これヘリ乗ってる時にマップに出るかな、もしかしたら。ヘリ乗ってる時はマップに出ない。バイクが車あるとこ。訓練を始めよ。さっきでもこの辺に投下物資あったもんな。ここからは見て取れない。バイクあった、バイク。とりあえずバイク。この程度のモンスターなら問題ない。OK。モンスター無視。あれ出てない。まだ出ない。しばらく出ないのかな。誰撃っとん。ちょっと待って、スタンレーか。スタンレーか、あの野郎。ちょっと待って。投下物資はいつ出る？あれ、出ないね。金色の。何？どういうこと？あ、来た、バトルライフル。バトルライフル来たよ。バトルライフルが来たらもう安心。投下物資が来る。これで来た。これで来た。よし。あそこに行こう。コルネをね、ちょっと、サンレイ、お前待ってろや。お前待ってろや、とりあえず。乗っていこう。よし、行くぜ。投下物資、一番近いのがコルネオの屋敷、館。そこまでぶっ飛ばしていく。もうすべてのことはもう無視。もう視界に入れない。俺は投下物資だけを狙う。直進あるのみ。ああ、でもさっき行ったとこっぽいね。やっぱ一緒かな？同じところに出てるかもしれない。これで先行かれてたらほんと泣くわ、俺。サボテンだ、いた、今。野良のサボテン。さっきのとこ一緒だわ。押し来た。これ、誰も取ってない。来た、取って、アニバーサリーメダル。バトルライフル。もう一丁。よし。これ何枚とか、12枚。え？大量に獲得って聞いたけど、そんなに大量じゃないのはどういうこと？あそこに行こう。じゃあ次の投下物資。ここはバンクに預けてるから、ここに預けたらダメだ。もったいない。次の投下物資行く。次の投下物資目指す。うわぁ、俺は投下物資しか、目がねえんだ。行くぜ。あった。これ誰よりも先に奪う。よし。ちょっと行き過ぎた。お、来たんじゃない？アニバーサリーメダル。さっきからなんだ俺、アニベーって。何間違えてんだ、テレポのいらんわ、テレポ。よし、オッケーよ。奪った。乗っていこう。さあ、次の投下物資。あそこに行こう。陥没道路近い。陥没道路の投下物資。これはまあ、でも確かに、キンモグは、普通にこう、なんだろう、フィールド歩いてる時に見つけたらラッキーだけど、それ以外だともう、取られたりしたら見つけられないからね。そうなったら投下物資を先に取っとく方がいい。でもこのままだとちょっと俺物資弱いから狙われたら終わりだな。どっか銀行行っといた方がいいな。さあ投下物資3個目。投下物資3個目。来たよ。来たんじゃないこれ。誰かおるー誰かおったー。ここダメだった。ここ行って、あそこ行って、あそこ行ったから、あそこに行こう。崩落地帯か。これが最後になるかな。崩落地帯が最後になる。
よし、じゃあ、崩落地帯の10日物資狙いに行こう。そして、崩落地帯東、東のバンクに、ちょっと貯金しとこう。あそこ端っこだから、なかなか行く機会がないからな。どっかここら近くの銀行バンクでもいいんだけど。さあ行くぜ。さああと700メーター。バイク旅。突っ走るぜ。敵いる。よっしゃー。うるえ。うるえ。俺はこけんよ。スーパーテクだ。ういっすよ。俺はこけんよ。よし、もうちょい、もうちょい、200メーター。見える？見える？どこ？どこ？金色ドーム。あ、金色ドーム見えた、見えた、見えた、見えた。そう、さっき1個取られたからな。どこにある？オッケー！誰もいない！バッチグー！バッチグーよ。アニバーサリーメダル。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これ何枚？何枚？18、18の36枚。36枚。よし。で、バンク行く、バンク。バンク近くにある。この先にある。この先にバンクがある。あった、バンク見えた。バンク見えた。オッケーオッケー。36枚預けます。貯金お願いします。ああ、安心。ああ、安心。ああ、怖え。怖えわ。投下物資。ここは、今言ったとこだね。これで投下物資が全部で5個。1,2,3,4,5 個か。5個あるんだね。これでもさっきと場所変わってないかな。一緒？全く一緒ってこと？まあ、たまたまちょっとさっきのコルネオのお屋敷か。あそこはちょっとたまたま、ダブったのかもしれない。近かったもんね。さあ、じゃあこの辺で安全地帯はいつでも入れそうなとこだから、とりあえず、ちょっと物資固めていこう。そうなんですよ。で、まあ、一応今回のバトルで分かったのが、投下物資で大量のメダルがゲットできるっていうことなんだけど、まあ、12枚ですね。普通、金モグからは6枚だったんだけど、投下物資だと12枚、倍の12枚だけかな。まあでも、メダル集めなら、投下、あ、降下か。降下して、とりあえず、バイクかチョコボ乗って、マップ上にも金色の投下物資がどこにあるかが出てるから、とりあえず投下物資でメダル取りに行くっていうのも、ミッションクリアのためにはいいかもしれないですね。